で、僕自身は、タレントさんに合わせてお金払いたいっていう人、世の中いっぱいいるんで、その人いっぱい会ってきました。で、タレントさんも OK で、その人も OK で、ウィンウィンな関係でできるんであれば、紹介してきました。まあ、それなりのみんな金額取ります。ご飯とか食べに行くだけで500万払った人もいますし、一緒に旅行行って1000万払う人もいました。もちろん、グラビアアイドル僕めっちゃ繋がってたんで、話します。すごい勢いで流れていきますね。ああ、愛ね、篠崎ね。ちょっと愛に関しても僕は言いたいこともあるので、していきたいと思ってます。佐野日向子もあります。はい。トマルさやかの話もあります。まあ、それもまた追ってします。まあ、こじるにも仲良かったです、僕は。はい。また、いろいろ話したと思ってます。馬場ふみかさんありますか？そうですね。うち、ガールズアートで一回服着てもらいましたね。熊田陽子さんはもう昔しか知らないですね。深京の話もあります。はい。またします。この辺もきっちりやっていきたいと思います。はい。枕営業の話も含めて、いろいろ女の子のことはやっていきたいと思います。まとめたところで。ののかちゃんって誰ですかね？小野ののかの方ですかね。野々川は仲良かったです、僕はすごく。もう結婚してね、幸せそうにしてますけど。小梅大夫さんありますか？どうでもいいやろうなと思ってます。